Family Comics. Welcome, ladies and gentlemen, to the Aniplex exclusive that we have here. We have a special guest with us today. We have the director of the series, Blast of Tempest, Mr. Masahiro Ando. Now, Mr. Ando, could you please provide an introduction to us for the audience, please? Zetsu no Tempest の監督の安藤です。今日はよろしくお願いします。Now, Mr. Ando, what was the most memorable experience while directing Blast of Tempest? そうですね。一本というか、一つの括りとしてやっぱりこう8話から12話の富士山麓の決戦の部分がすごく思い出深いですね。それはキャラが全く動かず会話劇によってこう物語がこう2転3転するっていう展開はアニメにするとすごく難しくて、それでもそれはすごく原作の漫画で重要なところでもあったんで、そこをどういうふうにアニメーションに落とし込んで見てる人がこう飽きないようにこう続けて自身も見ていこうっていう気になってもらうようにっていう部分ですごく演出的にこう考えながら作業した部分があるんで、すごく思い出深いエピソードですね。前半のその8話から12話。Now, Mr. Ando, what are some things you want the viewers to look out for when watching this series to make this viewing experience even more interesting?そうですね、やっぱ会話劇の部分がすごく重要かなと思っています。やっぱ様々なシェイクスピアの作品をセリフにモチーフにしてるんで、それがその物語の構造にも深く絡まっているんで、実際のシェイクスピアの作品と比べてみるとすごく多層的に面白く見られるんじゃないかなと思っています。The background music and theme songs for Blast of Tempest was very dramatic and memorable. Could you tell us a little bit about that? そうですね。作品自体がすごくちょっと変わってるっていうか、独特な世界を持っているんで、ちょっと普通よりも少しこう舞台劇というかオペラのような感じで曲を作ってほしいっていうのは音楽を担当した、大島道さんにお願いした部分ではありますね。絶縁の木においての その世界の滅亡っていうすごく大きな部分と、妹の彼氏は誰だっていうそのすごくパーソナルな小さい部分がこう作品の中ですごく大きい意味を持ってこう作品をこう作っていってる部分があって、それをこうその2つの釣り合わないものをなんとかこう音楽でこううまくつなげてってもらったっていう部分はねすごくあります。あと、オープニングエンディングについては、基本1クル目と2クル目でこうオープニングとエンディング2曲ずつありまして、まあ、それらも全てこう作品世界を補完するような感じで、作ってもらいましたね。テーマ的なものも1期のオープニングはその愛花に縛られている吉野と真宙であったり、エンディングは愛花とその絶縁の世界っていう感じの中でこうテーマで作ってもらったり、その2クル目は墓瀬の吉野に対する思いだったり、エンディングは吉野の愛観に対する思いみたいな感じで、それぞれこう作品にこう関わる感じで作ってもらって工夫してもらいました。 The Blast of Tempest is a story with multiple angles. There's drama, mystery, romance, and sometimes humor.What would you say was the most difficult thing about directing a series with so many layers in the story? そうですね。全体の雰囲気っていうか、作品全体を包んでいるそのバランスというか、トーンバランスっていうんですかね、そういう部分はすごく難しかったなと思っています。やっぱギャグ要素だったり、ラブコメ要素だったり、こう様々なこう顔を見せる作品なんで、それを含めてこうテンペストの世界観というか、そういうものがこう説得力を持って見てる人に伝わるよう、そのキーパーソンである吉野と真宙の
扱いっていうかその存在についてはすごく慎重に考えながらこう取り組んでいきました。 Which scene is your personal favorite in Blast of Tempest and why? そうですね、もう作品の中ではそうですね、一つ挙げるとすれば個人的にはやっぱラストシーンかなと思ってます。やっぱりそれはそれまでこう作品を見てきていただいたこう視聴者の人たちにこう見ててよかったって思われるその満足いくラストシーンを見せるっていうのがやっぱ監督の責任でもあったりするんで、そこはすごく慎重に考えながらこうラストシーンを作っていきました。個人的にはすごく絶世のテンペストの、アニメーションとのラストとしてはすごくこれ以上ない感じなラストシーン、ラストカットがこうできたかなと思っています。 What kind of genre do you enjoy the most when directing anime? そうですね、基本どのジャンルも楽しいですよ。楽しいにもいろんな種類があると思うんですけど、得意なジャンルは素直にやってて楽しいっていう部分もありますし、逆に初めて携わるジャンルだったりあまり得意じゃないかなと思ってジャンルもこうそれはやることによってその得意なジャンルをやっていると味わえない緊張感があってすごく挑戦しがいがあってそれ自体はすごく楽しいですね。やるそういうジャンルやることはね。監督の安藤です。この度アメリカで絶縁のテンペスト2クルメを収めたボックスが発売されます。怒涛の展開を見せた1クルメを受けて2クルメもますます盛り上がっていきます。絶縁のテンペストボックス、1クルメと合わせて、2クルメもぜひ手に取って楽しんでいただけるととても嬉しいです。